僕らの恋愛至上プレゼン。プレゼン。こちらは Q さんの持ち込み企画になります。あら、はい、このニューヨークの恋愛至上っていう番組でいろいろな企画やってるじゃないですか、はいはい、恋愛に絡めた、はい、やってます。いいの考えてきたんで、そういうなんか僕らが考えたやつとかもちょっとやってもらいたいなって。嬉しい。ということでこれから4組のプレゼンターがオリジナル恋愛企画を発表していきます。では早速プレゼンお願いします。俺も35歳なんで、うん、35年生きてきて気づいたことがあって、これがきっかけなんですけど、女性は結局全員 M。 なんか怖い字やな、なんか確かに怖いな。僕結構あの M の方で、うん、SM グッズを DIY するんですよ家で。DIY？ 相手がいないから自分一人でできるようにセルフ SM 用のグッズを家で作って、うん、それを一人で試してるんですよ。すごいやん、マジじゃん。セルフでやってるんですけども、うん、相手がいないんですよ、うんうん、で理想の相手に今まで一回も出会ったことなくて、うん、それを探したいんですけど、一、うん、回ちょっとこう見つかったかもみたいなタイミングがあって、うん、こうツイッターのリプでなんか絡んできた女の子がいて、はい、みんなが見てるリプ内でなんか結構攻めたことを言ってきて、なんだこいつだと思って、うん、会おうと思って、マジでかっこいいですとかは別に普通じゃないですか、うん、だけどなんかお手手触りたいとか、いやキモいだけ、危ない、余裕で無視なんか。一発目でこれ来る子ってどんな子なんだと思って聞いたら、北海道ですぐチケット取って翌日行ったんですよ。すごい、ふっかるな。すごいね、マジで。すごいな。初めて一人でチケット取って、どんな旅それ。自分で作ったあの SM の器具もう全部カバンに詰めて、もうワクワクして、手荷物検査めっちゃビビったんじゃない、手荷物検査の時で手荷物検査で半分ぐらい没収されてなんでなんで、全部顔を覆うマスクとか手錠とかはもう全部持ってかれて、結局北海道行ってその人とそういうことにはなったんですけど、別にそうなったんかい。すげえね、でも北海道行ってきてるよ。 S じゃなくて、そこまで行かなかった。基本的に M だったんですよ。え、その DM の時は S とか M とかいう話をしたの？いや、そういう話すると野暮なんで、基本的に偶然出会いたいってのが。なるほど、だから手順踏んだら M じゃないんやよな。 M の人ってそれ言うよね。確認しちゃうと計算になっちゃうんで、そこはもうドンで来てほしいわけや。そう、まあ、で要は理想のパートナーを見つけたいっていう、できれば急にバンに連れ込まれたいとか、うんうんうん、なんか本当の M はでもそうなんだ。ちなみにだから俺の理想の状況、はい、なるほど、女性と の, この関係性は、うん、怖い、ま、なんで8時なの、何やYouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。